つまり新情報みんな知りてえか。両国国技館もう一個あるよ。ゴキ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 、いったー、マジか。うわー、積んだかこれ。とりあえずラウダ石、誰が倒すラウダ石かない。なんか当たってる。なんでうおー、うわー、呼んでる。みんなエボジャパン楽しんでるか。エボジャパンに入った。ここからは過去声が通るわ。e スポーツに関するお知らせをお伝えします。つまり新情報みんな知りてえか。来た。俺も知りたい、俺も知りたい、俺も知りたい。早速こちらの映像、え、マジ、ご覧ください。来た。厳しい。どこ？日本。マジ？見に行こう。両国国技館。マジか。カプコンカップが CC 日本であるの。カプコンカップ11、はい、日本で行われます。イエーイ、はい、ストリートファイターがですね、国技館やば、最初の大きな全国大会。そして、まあ、こんなね激アツ情報があって、ハイボールストレートです。もう上着を脱ぎたいぐらいちょっと体をほてってるんですが、はい、ですがもう一個あるよ。もう一個あるの？みんな映像もう一個あるんだけど見たいよな。ゴキ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 。じゃあ見ていこうぜ。続いての映像はこちら。きた。きた。カクつくな、頼む。修羅の道はどこまで続くか。誰も止まんないでくれ。これってみんな止まってんだよな。はい、合気ステージね。おお、長長技体育。うわ強そう。ジャンクあって、うわ灼熱もある。中盤ちょっと待って、マジで角つかんとく。うわ100機じゃねえ、なんだっけこれ、100機か。うわ SA1 滅殺豪波動です。ノスタルジックコース中段からコンボ入る。端の火力やばそう。うわしかも駒投げついてる。嘘だろ、はめっちゃコンボつながるやん。うわ100機端から端だ。ちょね、角つきすぎマジ。SA3 あれじゃないね、沈黙殺ちゃうな。怖すぎだろビジュアル。
クつきがやばい。うわあるわ春国。え、ちょっと待って、画面端、え、待って、オーディ百鬼端端なんだけど、やばっ。プレーオフ予選でちょっと苦しい負けを喫してしまったというところで、うん、はい、ある種のリベンジじゃないですけど、ここでついに相まみえるわけですね。そうですね、いけるっしょ。入場シーンから会場の皆さんは、イエーイ。さあ飛ばされたけど行ってみましょう。エモジャパン2024セミファイナル、リュウキチケン対するはメダアルディルク、行ってみましょう。これスマホ見てるの、え、メモじゃない、メモ。まずはメナンはルークをピック、はい、さんどう見ますか。はい、マイステ止める、面白いですね、はい、さあ中いいね。さあ攻めが得意なリュウキチのいい形を、うわ止められる。さあここでメナがてか、メナルークなんだ、ブランカじゃないんだよね。画面端に行けば大チャンス、少なくなってしまうと、なくなってしまうと、大パンから走って死んだな。おお、あるのか。さあメナはどう攻めるか、大足一つ。さあこのバーで止める、回線が悪いんかな俺の。さまざまなことは制限されるんですが、リュウシが前に出て関係ない。さあ時間を稼いでうまく回復した。ドライブケージは戻ってきた。お互いバードが若干見える。わー飛びだ、綺麗に通った。メナといえばやはりこのジャンプ、ね、かくつくね。そして SS3 王座ベイルダメだ。ライダーを打ち込んでいくのはメナアルディルーク。そうだ、いや残った。さあ足りないということは危ない。さあリュウキシンはゲージは前に出た。あっつー、しっかりとフォローしてみせた、うん、これって2先3先ドライブゲージの管理もしながら、メナは決勝だけ3かな。様子見。そこはあー空振りしていた。投げの外、まあ、こうやって見るとやっぱルークバカ強いな本当に。ここはお見通し。さあこういった大きな読み合いが非常に強い。メナに最後はパーフェクト、お見事。はい、しのいでいる。ナイス、一足美味しい。はい、弾いて、はい、読み合いも優れてる。うわぁ最悪や。おぉ、しっかりと、しかも高い方。さあ勝利が入って、お互い SS ゲージ構えたいいよ。あと1回こうパニッシュ、バックステップ、そしていける。まとめやバーンとしたのはリュウキシ。いいよ、一生まず一生まず。うわぁ足りる。これを通す一撃、メダルはゲージがある。しかもクリティカルアーツ足りそう。 CA 炸裂、これでラウンドはメナへ。うわ、さあ中距離戦、メナはこの飛び道具に対しては両者ですね、パリーを使って、はい、さあ攻め手を伺うか。うまい、読み合う。さあ中足からうまくチャンスを作っていくのはメナ RD。 右手側のルーク強っ。さあ何が入って画面端、あ強っ、もう一丁おかわり。ここが勝負どころ。うわ中足。さあ確認してますと言わんばかりメッセージ性の高い一撃になった。ラッシュでええやん。中足 OD サンドブラストかなみたいな、はい、やべえ龍吉が。そうですね、当たってましたね。当たってましたね。早い次のマッチが。さあラッシュ止めはかなり龍吉選手、そうですね、うまく止めてますよね。まあ、双方やっぱりそのリードした後の動きがものすごく良くて、はい、でメナがそこからこう逆転する。おいしい、はい、持続ではあるんですけど、いいよ龍吉乗ってきたよ。ラッシュ止めは相当乗ってきてるよ龍吉が。さあこれで一気に画面端を使って、おい遅らせ、でかいぞ、奪い切るか、はい、これはやりきったか。コンボミスはないか。いいぞ乗ってきた龍吉が、乗ってきた。持続で重ねて、あれも言うないですか。てかメナが一番強いっていう時期が長すぎるよなマジで。すごいよなメナって。そう簡単には、うおえら、メナ RD 何を狙っているか。うおー噛み合ってく。いい出し方だ。さあマイステ2つからのコンボ、ヘル、これ難しいですよこのコンボ。この大舞台でも決めてくる龍吉の剣止まらない。うわー、そこでジョクノクル、レーザーかもしれない。そして打ってくる、打ってくる、あーこれ。そして龍吉の剣はバーンとした。まあ一応 SA は2回打てるから、まあ積んではいない。見せてくるか龍吉は。どう動くか。ドライブゲージまだ。こっからのメナのゲームメイクマジで龍吉も SA 素晴らしいんだよな。はい、うわー、しかめちまち引っかかってしまった。
サバアウト、まだ続いている。回復にはまだ時間がかかるが、垂直落とす。ここは目の当たりをしない。でもどっちもワンタッチ、どっちもワンタッチ。ユキシのチャンスになるぞ。 SA ゲージも溜まりそうだ。うぅー、ユキちゃん3ゲージ、ね、どっしりしてんなメナ。うぅー、10秒ジャスト。当然のように、そうですね、画面端になる。打ってきたな。うわー、しっかりガード。押し置きの時間が始まった。さあどんどんダメージが入っていく。減りすぎだろ、ゲージなしのコンボじゃねえよ。痛すぎる。残った残った残ったぞ。あるある。さあこれはどうなる。ユキシ行くしかない。目のバウンド中、上出る。あるよ、2ゲージある。マジある、マジある。さあユキシの SA は2ゲージ。マジある。あとワンタッチ。何を切る、どうする。ジャンプは画面端にもあるぞ。よっ、いったー、マジか。ユキシのゲージが溜まっていく。ここにはない、白いだ。うおー、すげー、龍吉。ドライブゲージ回復したいでしょう。さあ、うわ、痛い。しっかりと繋いでいるのはメナ。これで画面端を先に取った。バーンとかもないぞ。さあ、龍吉はバーンとして苦しい時間になった。でも SA ゲージがないんで。そうですね、早めにね、もう一回来るかな。さあこれがバーンアウトしてしまう怖さ。このちゃんと相手の下のゲージ見ながら返せるギリギリまで有利な技振って体力削るのうまいな。すぐインパクト打つのもったいないんだよな、バーンアウトって。状況重視、うますぎ。うわー、終わったか。終わったわ。削れすぎだろう。ステージで吠えるメナールディ。過言ではないでしょう、この組み合わせ。いやでもかける対 JP めっちゃうまかった気するんだけど。イエーイ、来るか。イエーイイエーイイエーイ。あ、でも会場盛り上がってるな、ちゃんと。見ていきましょう。会場もイエイイエイイエイ言ってるわ。本当だ、剣になった。行ってみましょう。お願いします。同キャラ嫌がって剣を出してきましたね、はい。さあこれを見てかけるは何を思ったか。あ、そこは一つポイント。そしてやっぱしゃがみ込まれサイクの辛そうだけど強さがまあ若干こうなくなったと。体育の時はなくなったんですけど、はい、かけるだけ早すぎますね。そうですね、しっかりと早めにボタンを押せればかなり落ちると、うん、はい、辛そうなんだが。さあ当たっているぞ。さあ体力リードは右手はかけるの JP。 さあ足元、さあやはりこの JP 手にね杖を持っている。辛そうなんだが。非常にリーチは長い。反撃しっかり。これ積んだだろ、これ積みました。中 VX バーの剣、苦しいところ前に来たところ、反応していた。特徴のプレー。どうやって崩すねんこの JP。 陣取ってるな今。中盤に対してドライブリバーサル返せれば確定するんですが非常に難しいです、はい、そこはうわ入れ替えだ。前ジャンプ、ダイパン設置、靴ダイパン。さあドライブインパクトです。これダブルアボルなんだ。減る。うわぁ、終わった、終わったな。さあこれが JP。 うまくこのトゲを使っていくと、これいけるの剣で。続けることができる。かけるの攻撃一発当たって、ルークスバンを前に出る。指導当たっている。やばい、あーやばいよこれ。見てから投げてバーンとした。かけるの JP にはゲージは3つある。なんでもできる。うおー、さあこれは早い。さあ絶対、あ、かくってる。終わった。さあかけるにはゲージが使うか。 SA2 で、はい、2つ使って次のラウンドにもしっかりとゲージを残した選択。通って攻守交代。惜しい。痛い。1文字が、しかも1文字拾ってる。リサルだ。さあ、わあ、ギリギリセルが当たらず、そこを見逃さなかったかける。またもや入れ替えて、ハイパンインパクトからのコロンボに行く。お手玉しながら投げっかり設置して、もう一丁。終わった、終わった、終わった、終わった。おい、これ拾えず、ギリギリ拾えないで今の。あ、終わった、終わった。さあ、ベースバルのタイプ持つか。 SA はある、うん。最後ライパンチでかけるの JP。 お見事。辛そう、バオ辛そう。さすがに JP 出すんじゃないだよね、さすがに出すよね。戻す。ファ
パターンだったんですけど、うますぎ。来ましたね今回は。これがうまく効いている。さあお互い技を出し合え。さあラッシュ。タケ。状態こちらかけるがうまくラッシュ合戦に勝ってチャンスを作っている。タケ。ダイレクトリードはかける。赤い JP。ドライブゲージを削りに行く。さあ画面やばい。出さない。細かくつなぎ。恥がしんどすぎる。いいやる気が確定。めちゃくちゃいいやる気がでしたね。本当にギリギリまで踏み込んで。お互いラッシュは早く、そしてリーチが長い。うわあ！押し置き。さあこれ、ね。まあ、ここぞとばかりの炙りマッチ。俺だったら立ってる。ビックスバーのチャンスになるか。ジャンプしましたカウンターだったんでラッシュコマンが繋がらなかった。フェイント。綺麗に釣り出している。なんでたまにフェイントついてんだよ。さあかけるはどうするか。こっちで。続いて終わらせたいっていうのは VX バオローリスクで締めたい、うん、どこがインパクト返せな い, しなきゃ い, けない返したら死んでたら。さあかけるは何を狙ってるか。どっから針穴を通してくるか。これあるんじゃない。これバオンしたらだんだん追いついてきたぞ。お互いバオンとか危ない。かけるは何を思う。 VX バオはどう受けるか。怖すぎ。やばい。お、あでも2。さあラブしか出ている。あ終わったわ。どうする？届くのか？届くのか？足りない。削りがいい。からの。うわあ。まだ終わった。そうか、そうなるんだ。かなりトリグラフがあったんですよ。その駆け引きでしたね。ジャスパー。うますぎ。入れ替え？あ！ちょっと危ない。ミスったが美味しい。画面端に行きなさいと言わんばかりの投げ。ほら一気にリーチはまだかかっている状況。うますぎ。変わったんで VX パワーとしても助かったか。深い。うわぁ死んだ。あさあフォローは早かった。ミスがでも。しかし VX パワーまだチャンスあるぞ。クリティカルアーツある。トリグラフが後ろに。うわぁ積んだかこれ。とりあえずどうです誰が倒すか。はははなんか当たってる。なんでなくなっちゃった。そうですね、まさか。いやなくなったかゲージが。ベースバーを一気にチャンスになった。とはいえ、まあ、中パンチなど。あー、ドライブ。うおーすげえ。かけるには見えていたこの青写真。すっごかっこよ。インパクトを受け止めた。はい、おもれえ。くそおもれえ今の。マジ。まあもうそれしかなかったもんな。偉かったな。ほら頭から抜けてたもん今。なりました。アムネジア、通常アムネジア。さあ見ていきましょう。まあでも PC の大会も増えたけどね。全然レックスガイル対するはかける JP。 いってみましょう。さあかける頑張れ。おはようございます。簡単にはここまで画面端にはいってない。うわたけ。さあ落ち着けて存分に発揮していく。寄らせないか。完璧。ダイレクトはかなりある。完璧です。やばい、ショったぞ。かくってる。しっかりとレックスも対策はできている。あれ樋口村長がやってたな、あのコンボ。そういえばなんとかしたいと。そうですね、いい形ですね。あいち開けるも止めている今のラッシュを。そこはソニックは見てから投げて、パリを投げて画面端になる。ここには手が出ていた。ちゃちゃっと取り返した。もう負けていない。伸ばして画面端がぐっと近づいた。かけるはどう押し返すか。ダッシュして前に出るか。パリを見てから投げ、しっかり。パリか。うわこれはどうして。うわゲージは逃げつつでこれバーンアウトするな。そうとして削っていくということですね。レックスも、まあ、下がりながら守りながらというところ。ただ削りもある状況。これ超きついなこれ。おさあかけるは何を狙うか。自分が前に出る。回復そうだ。さあこれで回復なんとかしのいだ。おおせて様子を見たところ先に出るかけちゃん。かけるの JP まずは 1-0 かける。なのにこのマジできつそう。なのにこの周知
いいですね。さあこれもバーン、うわここのバーン、うわ SS たまる、これ積む、あでかいけどゲージがな、かけら多分ね SS めっちゃ使いたい、めっちゃ SS 使いたい、上からドライバー戻った、さあかけらどうするか、うわー台だったら、まあ一旦発動やな。ラブシカからのラブシカはパリでしのいで、さてやり過ごした、前飛び警戒しましたね今かける、フェイントを見せながらやっぱりして、うわしっかりと打ち込んでいったのはレックスのガイル、圧がすごい、かなり本当近い距離で危険球をどんどん打ってるんですよレックスは、そうですね、壊れると危ないでも、まあ、うわぁ危ないだろうと、すかし、さあこれはかけるのコンボチャンスになる、体力差ついた、これ食らっちゃった、うわぁ減る、かなり痛いぞ、そしてかけるに2ゲージ溜まった、使わなさそうだけどな、遠距離で濁しながら時間を稼げればいい状況だ、おお温存できたらでかいな、ここ JP の良さ強さ、さ立ち回りは、おうわでかっているか、見事ですね今ね、ジャスト対空ジャストパリーの見しないといけなさそうなソニックだったんで、うわでか読み切る、バードしたら積みますこれ、がわずかになっているのはレックスのガイル、あ終わった、終わった終わった、死んだわやば、すでに体力がやばすぎー、かけるがしっかり決めて2対0、強かける、うん、仕上がってるなってか仕上がったな戦いの中で、よく見ている、さあ地上戦でも余裕が出てきたか、相手の技をギリギリ透かしてシューティングモードマジで、これもう5、6やってる人慣れたけどさ、やっぱいつ見てもやべえよ、やっぱシューティングモードの絵面させないか、いやこも対空ジャスパ狙い、飛びのタイミング、うーわこれどうなん、リーサルだ、終わりそうだ、うおしかも使わない、ノーゲージノーゲージ、雨足ですよこれ、上にビハトがある、怖い、この入れ替えやばい、かけろ目の前、無敵技警戒、うわぁ出て取る、完璧、ゲージは3つ、ここで使っていく、ノーキャンルート十分、しかも置き攻め強烈だと思ったですね、ワープ設置して、無敵技警戒、どうするレックス、かなり苦しい状況になった、つらすぎ、落とす、これを使って逆転目指したい、そうですね、おぉさあうまくワンチャンス、もう行くしかないレックス、とりあえず触りたいレックス、とりあえず触った、死んだな、さすがにレックスにはこれがある、気合で踏みとどまった、いやマジで気合だなレックス、これもう行くしかねえって顔してたな、本当によく踏みとどまりましたよね、もう迎撃モードではあったと思うんですが、これがな、これやばい、追いかけ、今日めっちゃあるねこれ、玉ジャスパして中盤で止めるの、確定のそのしゃがみ中盤じゃなくラッシュを止めてるんで、はい、ジャストパリー後でもダメージが出るという、まあやっぱガイル的には玉と一緒に詰めたいからな、はい、行動的に、うまいですね、先端うまい、簡単にはいかない、うわブレイドなんか、そうこれがね玉の時にウガツが当たっちゃうのがね確定、ハリケーン健康一滴あるのか、まだきついよ、うわうわ、かくってる、メナとかけるです、いつものいつものグランドファイナル、まあ、前の人でもいいですし、なんなら、ね、あの詳しそうな人にちょっと聞いてみるのもあり、そうな人雰囲気がね、すごいねそれ、はい、音2人が目の前に握手、これは握手なのか、来たぞ、あ、なんかいた、口元動いて、お腹、やだ、ね、かける普通にお腹触ったぞ、なんか試合前の握手、普通になんかいつもの感じでお腹触ったぞかけるが、準備は OK、 さあ始まる、イエーイ、イエーイ、見ていきましょう、エボジャパングランドファイナルかける CP 対するメダル RD ブラッカー、行ってみましょう、まずはメナブランカで来ました。そう、ファーストタッチはかけるでしたが、いいマップ、俺このマップ大好きなんだよね。すごい見やすいんだよね、このマップなんか。
ンカーの方がどうチャンスを作るかになってきますよね。サブラパニッシュしている。うえっ、うえっ、パリが間に合った。ダブルアップの動き、うえっ、高い。体力リードはかけるの HP。 左手側よくアップした。さあ、いい歩きだな。あー、拾えないの今の。危ないぞ。これによって2名のチャンスが。逆転は十分ある。クラゲ見ていた、読んでいた。そうですよね、弾力勝負になりますね。本当に精神力がすごい重要になるかなと。さあ、エリアローリックから画面端ラウンドを取っている。そこら相手はメナって人です。ここメナのグランカの、うわぁ、投げて今度は打撃。そしてゲージを投げが強い。ビッグビーストパリがかなりパリを押しっぱ遅らせ。さあ、ここで読み勝っていくか。 SA2 マジ強えな、ブランカ。減ってしまった。これもパニッシュ。あとは削るだけですね。ビリビリしすぎ、削れる。ビリビリ、これがマウント状態の恐怖。最強。オーディエレクトリックサンダーを使ってユリフレームを稼いで削っていった。まあ JP の方がちょっと有利かなってぐらいかな。やっぱ触るのがむずそう。さあ、これで攻撃。うわー、さあ一気に来るぞ、ライトニングビーストから。この後のまあ人ブランカちゃん人形かな。電気で入れて、うわー、しっかりコンボをねじ込んでくる。うわ、サップを差し返した。差し返しの形になりましたね。ナイが入って、さあ、オーディアムネジャー、メナが有利。うわうわからのシャウト、えらい相当なダメージだ。うわ強い。これのメナここで優勝したらブランカもっと弱くなっちゃうぞ。これ JP に簡単に近づけないですよ。いや、そうなんだよね。触れてますよね。本当は触れない組み合わせのはずなんだけどね。さあ、ここブランカ側がパニッシュカウンター、つまりパリをしているということは、さあゲージが溜まって、そのゲージをすぐに使って必勝。うわ、終わったやばい、終わる、終わってしまう。やばい、強すぎる。どうする、かける、かける、どうするんだこれ。天を仰いで笑みが見えるが、さあこの会場の声援は届くか。楽しんでるな、でもかける。天を移動に、うまい。さあ、まさか単発をしっかりジャスパリしている。動いた確認でパリを飛んだ。さあ、画面の上近づいたぞ。うわ、マジでほんまその技。外側から、しかも入れ替わっている。画面端が近いのはかけるの JP だ。こちらも下段をついた。で、下からの、うわ、さあ、そろそろ、やばい、 SA2 来る、やばい、プレッシャーかかっている。逃げしかも、やばい。さあ、ここからライトニングビースト、これがやばい、マジで。このワランコどうするか。かけるが粘って動けない、当たっている。やばすぎだろ、マジで。最後は被弾、これでリーチ。 SA2 やばい。どうする、かける、うまい。さあ、ファーストタッチをメナ、むしろかけるがこれまでと流れ変えるために前に出たところにオフィシャーが来ます。クーラーにしている。大きいぞ、バーンとも若干見えるが、最近早早くしっかり。オーディビアの惜しい、当たっている。さあ、ここのこのチャンス生かせるか。メナはどう受けるか。パリして、お互いパリを狙っているか。うまい、手前許さない。手前落ちでも、ここからのローリーでも潰せるように。うわ、逃げちゃった。やばい、 SA2 来る。メナはどうする。 SA2 来る。ここで中だ。うわ、その後投げフォローしている。もうメナもゲストかけるに合い。うわー、つかない。うわー、終わる、終わる。うわー、呼んでるすげえ。なんだ、EVO Japan 2024 presented by Roto Street Fighter 6. Here is your champion。 鬼に金棒ってこういうことなんやな。ブランカ強え、メナ強え、メナ RD。
選手にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。やばい、メナがずっと強いな、マジで。メナ RD、 それでは優勝しましたメナ RD 選手にお気持ちを伺います。We would like to have a word from our champion, Mena RD. I don't know how well it will be translated, hopefully really well. I know this is the birthplace of Street Fighter and the birthplace of fighting games. なるほどね。I may have born in the Dominican Republic, but Japan is also the birthplace of Mena RD. Why? Because Mena RD is pure Street Fighter. This is all I am. Thank you so much for all of your support. And...All I have to say is ありがとうございます。わー、なるほどね。日本がストリートファイターが生まれた場所、そしてバトルゲームが生まれた場所というふうに知っております。そして私はドミニカ共和国に生まれましたが、このメナ RD は日本で生まれたと思っております。その心は、そんなこと言っとったんや。メナ RD はストリートファイターそのものだからです。おお、心から一言ありがとうございます。ちなみに俺も今回エボのスタート GG ミスって、所属ストリートファイター6で応募してたからな俺。俺あれ何の競技出ますかでストリートファイター6って入れたと思ったら所属ストリートファイター6になったんだよ。そう、俺何の試合に出ますかでストリートファイター6って書いたつもりが。